カレリア国境線西側のフィンランドには北カレリアと南カレリアが広がる。カイ、オネガ湖、ラドガ湖、フィンランド湾など水域が多いカレリアはフィンランドの南東部からロシアの北西部にかけて広がる森林と故称の多い地方の名前である。そこに住む人たちのことをカレリア人と呼ぶ。フィンランド、ロシア、スウェーデンにとって歴史的にも重要な地方である。 カレリアは、カレリア語と、フィンランド語では、カーヤラ、ロシア語では、スウェーデン語では、カレランと呼ぶ。今日、政治的には、ロシア共和国のレニングラード州とカレリア共和国、フィンランドの北カルヤラ県と南カルヤラ県に、分割されている。カレリアは中世以来、ロシアとスウェーデンの争う場所となり、東方から布教される、正教会と、 西方から布教されるカトリック教会がしのぎを削る前線となった。13世紀にはスウェーデンとノブゴロド共和国がカレリアをめぐって戦い、1323年にオレシェクで双方が東西にカレリアを分割するというノーテーボリ条約が結ばれた。前世紀のスウェーデンバルト帝国は白カレリア、オロネツカレリアを除いた地域を支配していた。 一方東カレリアは17世紀前半にモスクワ・ロシアが領有し、最終的にはカレリア全土は18世紀半ばにはすべてロシア帝国に割上された。1918年のフィンランド独立により、ハッカイ・カレリア、オロネツ・カレリア、イングリアを除く地域はフィンランドの一部となったが、1939年の冬戦争及び1941年の 継続戦争によってカレリア地況及びラドガカレリアはソ連に割上され現在に至っている。カレリアはフィンランド人にとっては精神的な故郷とも言われる。国民的な女子誌、カレワラは19世紀半ばにカレリア各地に残っていたフィン人の伝承や歌謡をもとにエリアス・リョン・ロートによって編まれたもので作曲家ジャンシベリウスの公共誌、 フィンランディアもカレリアの原風景からその着想を得たものだと言われている。なお、シベリウスの作品には劇フズ音楽及び、それから派生した序曲、組曲としてカレリアを題名に持つ作品もある。現在ロシア領となっているホワイトカレリア北のコラ半島を中心とした地域は、同じウラル語族のサーミ人の歴史的地域でもある。また、現在ロシア領となっている。 イングリアは、フィンジンを構成するフィンウォル族の故地でもある。ありがとうございます。